ブギスジャンクション周辺 ERP はシンガポールの市街地にて道路の通行料金を徴収する電子道路課金制度である。車に搭載する車載機と道路上に設置されたゲートが通信を行い自動的に料金を徴収される。日本の高速道路に設置されている ETC と同じようなシステム。三菱重工業が1995年に開発した。シンガポールは 人口密度が非常に高いため、市街地などの交通渋滞を解消するために行われている ERP が設置される前も通行料金を徴収していた。それらの道路課金制度は ALS と RPS と呼ばれ、通行許可証を制限区域の手前にある売店やコンビニエンスストアガソリンスタンドで購入するシステムであった。それに代わり、 ERP は1998年9月1日から導入され、今までとは違い自動的に料金を徴収されるようになった。また、以前は一度許可証を購入すれば、1日の間にどれだけ制限区域に乗り入れようとも料金は一定であったが、ERP が導入されてからは制限区域に乗り入れるたびに課金される。ERP の年間収入は近年は20億。 シンガポールドルを上回ると言われる。また、徴収料金の変更が要因になったことから、制限区域内の通行量が多い時には料金を高く、逆に通行量が少ない時には通行量が安くなるように設定された。2016年には、アイスセルによるテロ活動の活発化などを受けて、テロ対策強化の一環として、ERP のデータを活用することを発表した。 当初は70シンガポールドルの罰金があったが、ほとんどの罰金者はカードへの入金忘れであり、それに対して70シンガポールドルの罰金には不満があった。それにより、入金忘れの場合は、手数料と不足分のみの請求になり、謝罪機が設置されていない場合のみ70シンガポールドルの罰金に変更された。ありがとうございます。